チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤まりなです。いろいろなニュースから、私の気になったことを、ピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、1ドル1346ウォン到達、韓国貿易赤字はすでに去年1年の半分以上、虚しかった米韓首脳会談、についてです。ゴールデンウィークの天気がだいぶいい感じ。いろいろ期待しているマリナです。来たー。来たよ。来ました。長らくお待ちしました。ドルウォン祭り復活です。1ドル1346ウォン到達。今年一番の最安値です。これからさらに記録を超えていくと思われます。韓国の経済指標を見ると、今年に入って先月20日までの累積貿易赤字は241億3000万ドルで、昨年同期より3倍以上高いです。いい感じです。史上最大を記録した昨年の年間貿易収支赤字規模478億ドルの半分をすでに上回ってしまいました。いい感じです。4月に入っては、韓国企業に投資した外国人投資家らが配当金を受け取ったことで増えたドルの需要も、外国為替市場の需給に影響を与え、海外取引を通じて、ドルが流出しているのです。危険信号ですね。このままでは、行ってしまうのでしょうか。そんな状況下でありながら、救いの手がありました。4月26日、アメリカ合衆国のバイデン大統領は、米韓同盟70周年を記念して、韓国のユン・ソンニョル大統領を国賓として、迎えられたのです。運がいいですね。ユン・ソンニョル大統領。両大統領は、防衛、安全保障関係の深化、経済、商業、環境協力の拡大、宇宙分野を含むデジタル技術協力の拡大、開発援助、教育交流、人的関係の拡大に、焦点を当てた、グローバルな同盟となったことへの鉄壁の決意を、再確認したそうですよ。それはホワイトハウス公式文書。ファクトシート。リパブリック・オブ・コリア・ステイツ・ビジット2・ジ・ユナイテッド・ステイツに記載されていますが、あれれ、その中の経済について話された内容に、通貨スワップ。心より願っている、通貨スワップ。愛する、通貨スワップ。スワップ。スワップ。通貨スワップの締結の話はなく、そんな文字、一切ありません。通貨ではなく、話が通過されたスワップでした。話が通過してしまったのです。残念ですね。ニョルニョル。内容は、合衆国と韓国は、相互繁栄から商業投資、環境協力から文化的つながりの強化に至るまで、同盟のあらゆる側面を強化する永続的な経済関係を築いてきた。バイデン大統領とユン大統領は、合衆国と韓国が経済、商業、環境協力の推進に尽力することを確認した。それだけです。これって、さらに米国に投資せよと言われた覚書だけじゃないですか。韓国にはどんな成果があったんでしょうか。だって、これ見てください。重要分野への韓米の主要投資は、韓国企業はバイデン政権発足以来、1000億ドル以上の新規投資を発表し、アメリカで4万人以上の新規雇用を創出予定。半導体、電気自動車、バッテリー、バイオテクノロジー、クリーンエネルギー、クリエイティブコンテンツなどの分野での協力が進んでいます。現代自動車グループは、ジョージア州ブライアンに54億ドルの電気自動車工場を建設中で、8100人の雇用を創出する予定。SK イノベーションはフォードと共同で、ケンタッキー州ブレンデールとテネシー州スタントンに、建設中の2つの電気バッテリーパークに114億ドルを投資し、1万1000人の雇用を創出する予定。テキサス州テイラーに建設中のサムスン電子の半導体製造施設は、最大250億ドルの投資。ハンハキューセルズは、ジョージア州ダルトンのソーラー工場の拡張に、25億ドルを投資し、3000人の雇用を創出する予定。それに引き換え、米国のネットフリックスが韓国のコンテンツに25億ドルを投資です。わあ、
米国にこれだけ投資しているのに、ネットフリックス、ぐらいですか。そういえば、韓国のエンタメ投資がすごいと日本に勝ったとホルホル記事が出ていましたね。話はそれだけ。それだけ。通貨スワップがないよ。やばいよ、やばいよ。あらら、心中、お察しします。ユンソンニョル大統領。これ見ると、米国大統領が1枚も2枚も上手すぎる。これじゃあ、ガキの使いじゃないですか。そして、4月27日、ドルウォン祭りがやってきたという話になるわけですね。くくく。ドル安なのにウォンはさらに落ち込み、5ヶ月ぶり、一時1340ウォン台に。中央日報から。ウォン相場が26日に、一時今年に入って、最安値水準を更新した。最近ドルが下落傾向にあるが、ウォン相場は、さらに深刻な落ち込みを見せている。内外経済だけでなく、外交状況でも、緊張感が高まり、為替市場に影響を及ぼしている、という分析が出ている。この日、ソウル外国為替市場で、対ドルのウォン相場は前日より、4.10 ウォンのウォン安ドル高となる、1ドル、1336.6 ウォンで取引を終えた。取引開始直後には、1340ウォンまで、ウォン安が進み年初来、安値となった。ウォン相場が取引時間中に、1340ウォン台に入ったのは、昨年11月から約5ヶ月ぶりだ。中略。ユン大統領は現在首脳会談のため米国を訪問中だ。メモリー半導体価格下落など、輸出不振で発生している貿易収支赤字と、景気鈍化もウォン安を誘発する。キムスンヒョク研究員は、米国と中国の間で、綱渡りする韓国の立場では、中国との距離が遠ざかるならば、貿易収支はさらに悪化しかねない。今後の貿易収支悪化と、国際原油価格上昇圧力などは、ウォン相場に悪材料として作用する、と診断した。以上。なんか絶望的なとんでもない報道でしたね。このまま、米国から土産持たずに帰国するのでしょうか。ユンソンニョル大統領の気持ち、お察しします。ところで、韓国にとって現在の適正な、ドルウォンレートはどこなのか、気になるところですね。もう、すでに絶望的なレートになっているのかな。さくらちゃんが温泉宿泊券、二人分を当てたそうで、みさきちゃんと三人で行くことを提案してくれたんです。超嬉しい。もちろんゴールデンウィークより少し未来の予定。楽しみが増えて嬉しいマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。